こんにちは、美香です。日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。今日はアンクルミロールを作っていきます。とってもふかふかなパンなので楽しみにしていてくださいね。では作っていきましょう。まず計量です。純強力粉、私はリスドールを使っています。 150g、 インスタントドライイースト 3g、お塩 2.5g、 お砂糖 20g、 上白糖でもグラニュー糖でもきび糖でもいいです。スキムミルク 8g、 結構ねダマになってることが多いので気をつけてねくださいね。そしたらカードの丸い方を使って軽く混ぜ合わせます。お水 60g です。夏場は冷水がいいですね。それ以外のねシーズンは常温でいいです。卵 25g、 よく溶いて計量してください。こちらを入れましたら、カードの丸い方を使ってね、よく混ぜていきます。ここはね、ダマにならないように手早く混ぜていってくださいね。結構混ざりにくいです。でもね、なんか出来上がるのをね、想像しながら作ってるともうワクワクしてきますよね。はい、混ざってきましたらテーブルに出していきますよ。この後こねていきますからね。まだちょっとお粉が残ってますので、ここでね、もう少し材料を混ぜ合わせていきますね。手のひらで大きく押して戻す、押して戻すってね、広げてあげて材料を混ぜ合わせていきましょう。で、時々カードの平らな方を使ってかき集めていきます。皆さんはどんなパンが好きなんですかね。私は基本的に白いパンが好きでして、ライ麦とかが入っているパンとかね、ドイツパンが一切食べられないんですよ。前世はフランス人だったんじゃないかと思うくらい真っ白なパンが大好きで、特にねバゲットが好きです。私がね子供の頃ってあまりバゲットを売ってるお店なかったんですけれども、お家のそばにたまたまねバゲットの美味しいお店があって、そこでよく買ってましたね。おせち料理あまり食べなかったので、お正月前はね3本ぐらいバゲット買って、それをね三が日ずっと食べてましたね。しかもね何もつけなくていいんですよ。もうねそのまま食べるのが大好きでした。まあ、そのくらいね美味しいパン屋さんがそばにあったのってありがたいことですけれどもね。はい、じゃあね手と一緒に生地が戻ってくるようになったので、一度手のひらきれいにして生地をね両手で包むようにして丸めてあげましたら転がしていきます。右手で左奥、左手で右奥っていう形でね V の字を書くように転がしていきましょう。かなりね力入れてくださいね。しっかりしたグルテン作りたいので、かなり力入れて転がしていきます。10分から15分はね最低でも転がしてください。だんだん生地がつるっとしてきて弾力が出てきたらグルテンのチェックです。生地をね引っ張ってみましょうか。すぐ切れなかったらこね上がりです。切れるようだったらもう少しこねてください。はい、じゃあバター 25g を混ぜ込んでいきます。混ぜやすいようにカードの平らな方を使って細かくカットしていきましょう。できるだけ細かい方がね混ざりやすいですのでね。カットできましたら生地を広げて、その上にバターを乗せていきます。包みましたらしっかりね今度は生地を掴んで大きく押して戻す、押して戻すでねバター混ぜ込んでいきましょう。途中ねバター出てきちゃいますけどもね、そういうのはね気にしなくていいですからね。バターが全体的に混ざったらミキシング終了になります。はい、混ざりましたね。そしたら一度テーブルをきれいにして打ち粉します。打ち粉はねリスドール使っています。そこに生地を置いて丸めていきましょう。私はねコルドンブルーで習ったやり方をしていきますが、ご自分のやり方でも構いません。そしたらこちらをボウルに入れて乾燥しないようにラップをしてあげましたら、30度の発酵機で40分見ていきます。室温で発酵させる方はだいたいね 1.8 倍から2倍になるまで温かいところに置いておきましょう。はい、40分経ちました。膨らんだの分かりますか？結構膨らんでますよね。でラップを外してフィンガーテストしていきます。穴の大きさが変わらなければ OK です。そしたらテーブルに出していきましょう。ガスを抜いて俵型にしていきます。手前からゆるく巻いて向きを変えてもう一巻きです。で乾燥しないようにラップをかけて10分置いておきます。はい、10分経ちましたので成形していきます。テーブルに打ち粉をしましたら、閉じ目を上にして綿棒で伸ばしていきます。中心から外側に向かって伸ばしていきましょう。厚さはねできるだけ整えていくといいですね。大きさはですね 25×25 ぐらいかな。結構ね薄くなっちゃいますのでね、
っかり伸ばしていってください。形は真四角じゃなくてもいいですからね。その辺はね、そんなに気にしなくてもいいです。ただ厚さだけは気をつけてみてください。伸ばせましたら閉じ目になる部分を綿棒で押さえて薄くしておきましょう。結構ね、ぺちゃんこにしちゃっていいですよ。はい、そうしましたらあんこを伸ばしていきます。あんこ 150g ですね。こちら1箇所に置くんではなくって伸ばしますのでね、ところどころに置いてください。私はパレットナイフで伸ばしてるんですけれども、ない方はスプーンやゴムベラで伸ばしていきましょう。表面をね、薄く広げるような感じにすると伸ばしやすいです。またまたね、嫌いなものが多いですねって言われそうなんですけど、あんこもね、あまり好きじゃなくってね、粒あんなら食べられるのでね、私は粒あんにしましたけれども、こしあんでもいいですよ。はい、そうしましたらくるみを散らしていきます。いつもはホールのまま使うんですけれども、今回は手でね、軽く割って散らしていきましょう。くるみ 20g です。こちらは160度のオーブンで10分ロストしておきましょう。その方がね、香りもいいので美味しく出来上がりますので、ちょっとひと手間なんですけれども、ぜひ焼いてみてください。はい、散らしましたら手前からくるくる巻いていきます。巻くというよりね、ちょっとね、折りたたんでいくような感じでしてあげると巻きやすいと思いますよ。最後までいきましたら、巻き終わりを軽く閉じていきましょう。閉じたら少しね、太さを整えて、閉じ目を下にして置き直してください。6等分にします。まずガイドラインをつけてからカットしていきますね。真ん中つけて、その間に2個ずつつけていきます。つけっぱは上から下に向かって押し付けるようにしてね、一気に切っていきましょう。で、カットした面を上にしてアルミカップに乗せていきます。アルミカップは8号を使っています。アルミカップのない人はね、そのまま天板にオーブンシートを敷いてもらって、その上に乗せてもらっても構いません。なんかすでに美味しそうな予感しませんか？楽しみですよね。はい、そうしましたらね、この後最終発酵していきます。35度で30分発酵させていきましょう。室温で発酵させる方は生地の厚みが2倍くらいになるまでね、発酵させてください。で、その間にオーブンに余熱を入れておきましょう。180度で余熱を入れておいてください。30分経ちました。一回り大きくなったの分かりますか？そしたらね、卵塗っていきます。横の方もね、しっかり塗ってあげてくださいね。塗りムラがあると焼き上がった時ね、あまり綺麗じゃないので、塗りムラのないように全体的に塗ってみてください。塗り終わりましたら焼いていきます。ガス電気オーブン両方ともですね、180度で10分から12分焼いていきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、焼き上がりました。どうですか？いい色に焼けてますよね。美味しそうですね。じゃあね、ケーキクーラーに移していきます。ちょっとね、暑いので気をつけてくださいね。で、パンってね、焼きたて食べたいという人が多いんですけれども、人肌ぐらいに冷めてから食べてもらった方が美味しいです。はい、では焼き上がりましたので、どんな感じか見ていきましょう。ふかふかなんですよ。すごいふかふかですよね。ちょっと食べてみますね。どうかな、美味しいかな。生地とあんこがぴったりですね。すごくよく合います。すごいふかふかで美味しいですね。くるみが当たらない。うん、でくるみとあんことよく合いますよね。すごい美味しいです。ということで、またあまり好きではない食材を使ってのお届けになりました。実はあんこがあまり好きじゃありません。まあそんな私でも食べられるパンですのでね、ぜひ作ってみてください。美味しいですよ。
ではまた。